はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。これはですね、デイリー新潮5月4日の記事ですけども、こんなんございまして、大阪城の秀吉像に中指を立て韓国旅行者の日本人気に難癖、ありえない投稿の数々が、まあどうでもいい話なんですけどね。毒とは絶対に韓国のものだというエーマは、これは神宮、明治神宮で明治神宮で神様に祈らなあかんの、それって、日本人で竹芝は日本の領だって、神様に祈ってる人いないと思いますけど56万8600人、日本政府観光局 JNTO が発表した今年2月に日本を訪問した韓国人の数である。記録的な日本旅行ラッシュと言ってもいい。 SNS には日本旅行のレビューや写真がたくさん上がっている。しかし水を差すような動きも韓国内には見られる。反日系の代表的な左翼コミュニティサイトクリアンはには最近、韓国人の日本旅行ラッシュをネタにした投稿がほぼ毎日掲載されている。そこには親日売国行為といった韓国語があふれていると。あれやん、どういう日本もわざわざ混んでええやん、そうなったら中には過激な投稿も見られ、一般市民も眉を潜めている。今年1月末東京の明治神宮に行くことになったらやってはいけないことという投稿があった。お守りを買うこと、絵馬に願い事を書くことを取り上げ、絵馬に願い事を書いて朝鮮を侵略して植民地にした明治天皇に祈るなら、天皇はあなたたちを見下すだろうと書かれていたそうか、明治神宮って明治天皇なんですね。で、彼らにとって明治天皇はですね、自分たちを併合した悪いやつらなんですね。そんなことを気にするなら明治神宮へ、いや日本に行かなければいいのにというのが普通の感覚だ。しかしこれに反日派のものとおぼしき賛同のコメントは数十個も書き込まれている。忙しいことですね、お隣さんたちというのはですね。行ったらあかん、行く、やっぱりあれやとかですねさらに韓国語で書かれた絵馬をやり玉に挙げ、最近の若者は歴史教育がなっていない、歴史を忘れたもので羞恥心もない、日本が滅亡しろという願い事を書かなければならないなどという目を覆いたくなるような書き込みが続く。あ、まあなんというかね、少し古くなるが、記者は2008年8月に明治神宮を訪問した。そこで偶然韓国語で書かれた絵馬を見つけた。そこには、毒とは絶対に韓国のものだと日本語で書かれてた。脇には同じ韓国人の絵馬がもう一つあり、そこには恋人に会うため、に来日し、彼との愛が永遠であることを願いを書かれている。今日そんなことを命じてのに祈っていいの知らんで、何があっても恋愛成就を明治神宮に願い、同時に毒とは韓国の領土とも書く、その真理に首をひねった。この時もどんな生活を送っている人かと思った。クリアへの書き込みはさらに過激になっている。私は大阪城に行くたびに写真を1枚ずつ撮ってくるというコメントとともに、大阪城の豊臣秀吉像銅像の前で中指を突き立てて撮った写真もあった。この写真を撮るために大阪旅行をしたような書きぶりなのだ。えらいご苦労はんなことでございますね、お前ね豊臣秀吉像に中指を立てるために大阪にわざわざいらっしゃっていると。忙しいことですね、お隣さんというのは日本旅行を利用した悪意のある競技情報も投稿されている。のも問題で、3月中旬あるユーザーは日本旅行に行く人に向けて、私ならこんな時期にムカついて日本に行けないとの書き込みを掲載。韓国人観光客でもの間でも有名な大阪の難波にある飲食店で写したという写真を載せ、福島三昧を使っている日本への観光は命がけ。そうやん、命がけやで、あんなとこ来たらあかんわほんまに。
だって五輪選手みんなはね、自分たちで作った、ね、給食の弁当をね、毎日2食提供されてたんですよ。あとの1食は命がけで日本のご飯食べなあかんかってね。あんたら日本に来たらそんなっちゃう、3食命がけでご飯食べなあかんね。こんなとこ来たらあかんやろこの写真を日本に行く人に見せてあだ笑ってくださいという文章で、あ、まあアホらしいからこんなにやりましょう。あの、なんと言いますかね、あの、痛ましいというかね、笑えるんですけど、痛ましいですよね。お隣さんのその日本に対する感覚というのはですね、一月59万というのはですね、あの、56万ですか、56万8600人。コロナの前の2019年は、ちょっとあれはノージャパン運動があったんですね、後半。その前の年、2018年というのは、今から5年前ですか、はですね、760万とかなんですね、年間、お隣さんからいらっしゃった方々が。で、56を ×12 にしますとですね、700万近くになりますね。なんで、まあ、それに匹敵するペースであって、これまだ始まったばっかりで、この56万はどんどん増えると思います。で、今お隣さんのニュースを見ていますと、やっぱり日本に行ったみたいな話がいっぱいあるような感じですね。現にいっぱいいらっしゃってるんちゃいますかね。あの、ここは日本橋小網町というところなんですけど、私は毎日貝場町という駅を使います。貝場町という駅の周りにはビジネスホテルがいっぱいあるんですよ。で、そこで聞こえてくるですね、外国語アジア系の方、僕らと同じような顔をしたですね、東アジア人の言葉を聞くと、韓国語も最近聞きますよ。あの、中国語も聞きますし、わけわからん、それか、あの、解読できない言葉も聞きます。解読って何語かわからないのも聞きますけど、私の最寄り駅もですね、住んでるところの最寄り駅でもですね、韓国語を聞きますね、しばしば。なんで、相当いらっしゃってるんちゃうんかなと。ほんで、ものすごく安く来れるんですね。ほんで、まあ、あの、お金もね、あの、円安になって向こうも円安になってるんですよ。そんなに変わらないんですね、5、6年前と。なんで、まあ、ほいで各ね、標識とかね、ハングルで出てるところも多いんで、まあ、日本に来てですね、まあ、お友達もいるでしょうからですね、それで、ちょっと、食事をしてから。で、安く上げようと思えば、今の日本いくらでも安く上がりますからね。1日滞在費5000円とかでも全然 OK でしょ。なんで、それはそれで、楽しめるんではないですか。ただ、それで、涙ぐましいというか、アホらしいというか、忙しいというか、豊臣秀吉に中指立てる。まあ別に、自由ですけどね。あの、靖国神社行って門汚すとかね、そういうのやめてほしいんですけど、別に中指立ててね、写真撮るぐらい全然、どうぞどうぞって。あの、明治神宮の絵までですね、ドクとは日本、あの、韓国領って祈っていただくのが結構ですよ。で、あの、戦下の明治帝がどう思われるかどうか知りませんけど、どうでもええやと思ってるんでしょうか、きっと。まあ、そんな勝手にやってもらえないですけど、まあ、ルールだけね、守っていただければ別に何をしようと関係ないですけど。ただですね、ソウルにはイ・スン神像があるそうなんですね。豊臣秀吉のですね、文禄慶長の駅の時にですね、大活躍をされたお隣さんの海将ですね、まあ今では海軍司令官みたいなの像があるそうなんですけども、日本人がそこに行って中指立てて写真撮ってですね、どっかにあげたらですね、多分大騒ぎになるんちゃうかなその中指立てて写真撮ってるところをですね、周りのですね、お隣さんの人たちに見つかったらですね、生きて帰ってこれるんやろかという誰かやらなあかんわ、そんな命がけでやらなあかん、そんな女に、ね、豊臣秀吉がやられてんから、僕ら日本人はそれやってこなあかんねん、ほんまに。なんて、冗談ですからね。本気に戦闘してくださいね、皆さんね。そんなことしたらあきませんよ。あの、礼儀正しい日本人がそんなことをしちゃいけません。あの、あれもありますからね。アン・ジュコンね、の像もありますから、そこで中指立てたら。いやー、何が起こるか見てみたい気もしますけどね、どうなるんでしょうね。それしかもハングルかなんかでね、あの、向こうの投稿サイトに投稿とかしたらどうなるんでしょうね。あ、でもね、ものすごく稼げますよ、きっと。ものすごく稼げますよ
悪い冗談でございますから、本気になさらないでくださいね。真似はなさらないでくださいね。私は言うてるだけでございますから、一切責任取りませんのでね。はい。ということでですね、このデイリー新潮、この読みかけたページを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。